今回は孫子の第三編となる暴行編の全文を見ていきたいと思います。この暴行編は孫子の中でも最も有名な一文が出てくるとても重要な戦略論となります。その重要なフレーズがすなわち孫子の神髄ともなる戦わずして勝つや敵を知り己を知らば百戦危うからずであり、計りごとを持って戦わずして勝つことの重要性を説いています。よってこの辺は暴行という名前になっています。この辺に出てくる有名なフレーズはほとんどの人が聞いたことがあると思いますが、この有名な言葉が実際にはどのような文脈で説明されているのか知っている人は少ないと思いますので、そこら辺の文脈にぜひ注目してもらえればと思います。それでは本文を見ていきましょう。孫子曰く、およそ傭兵の原則は敵国を無傷で降伏させることが上策であり、敵国を打ち破るのは事前の策である。軍を降伏させるのが上策であり、軍を打ち破るのは事前である。旅団を降伏させるのが上策であり、旅団を打ち破るのは事前である。大隊を降伏させるのが上策であり、大隊を打ち破るのは事前である。小隊を降伏させるのが上策であり、小隊を打ち破るのは事前である。よって100回戦って100回勝つことが最善ではない。戦わずして敵を屈服させることこそが最善なのである。暴行編の最初を飾る章で孫子の中でもとても有名な文章が出てきます。およそ傭兵の原則は敵国を無傷で降伏させることが上策であり、敵国を打ち破るのは事前の策であるという部分は孫子の兵法の真髄をよく表しています。この漢文書き下し文は、国を全うするを上となし、国を破るはこれに次ぐとなり、中国語で言うと全国為善、破国通じとなります。これもとても有名なフレーズです。実際に戦争になれば勝利することができても双方に大きな損害が出て第三国に玉の利を与えてしまうのは前回見た通りで、そのため孫子は戦争以外のありとあらゆる方法を使って敵を降伏させることを進めます。具体的な方法は孫子の中では説明されませんが、逆にその考え方を自らの状況に置き換えて応用する余地を残していると考えることもできます。そして最後の文章で改めて、100回戦って100回勝つことが最善ではない、戦わずして敵を屈服させることこそが最善なのであるとしています。この漢文書き下し文も有名で、百戦百勝は善の善なるものにあらざるなり、戦わずして人の兵を屈する者は善の善なるものなりとなり、中国語は百戦百勝非善之善者也で、これも有名なので余裕があれば覚えておくと良いと思います。また戦わずして敵を屈服させるという部分は冒頭の部分と合わせて孫子の兵法の真髄となります。普通であれば百戦百勝であればすごいと感じてしまいますが、百戦百勝の項羽が百戦百敗の劉邦に最後のたった一度の戦い、外科の戦いで負けてしまい滅亡した例を見ると、やはり百戦百勝よりもうまく戦いを回避する方が長期的な視点で見れば良い場合も多いことを実感させられます。よって一番良い戦の方法とは敵の策略を打ち破ることであり、その次は敵の同盟を阻止することであり、その次は敵を攻めることであり、最も下策なのは城攻めをすることである。城を攻めるのはやむを得ない時のみに限るのである。大盾や装甲車を用意し、工場の道具を準備するのに3ヶ月もかかる。さらに土塁を築くのに3ヶ月もかかる。将軍が怒りを我慢できずに攻撃を始めて、兵士に城壁をありのように登らせて、全軍の3分の1の犠牲を払いながらもなお城を落とせないというのは城攻めの最悪の事態である。だから傭兵に優れた将軍は敵兵を屈服させるにしても戦わないのである。敵の城を落とすにしても城攻めはしないのである。敵国を破るとしても長期戦はしないのである。必ず敵の国を無傷で手に入れるやり方で天下の覇権を争うのである。だから軍隊は疲弊することがなく利益を享受することができるのである。これが計りごとによって敵を攻める原則である。冒頭の一番良い戦の方法とは敵の策略を打ち破るという部分の漢文書き下し文は、城兵は棒を打つとなり、この言葉は少し分かりにくいのですが、意味するところは相手の戦略や謀略を読み切って相手にまともに戦いをさせない、戦いを挫折させることを言っています。そしてその次に良い方法として紹介されているのが敵の同盟を阻止するということですが、これは外交などを駆使して敵を孤立させて戦意を喪失させることを指しています。言い換えると、戦略で勝ち外交で勝てばほとんどの場合は戦わずして勝つことができるということであり、これは孫子の非常に重要な考え方となります。また孫子では城を攻めることはいたずらに兵力を消耗するため最も下策とされており、
この章では甲状腺のデメリットを詳細に説明しています。この章で出てくる考え方も現在のビジネスの企業間の競争や企業買収などでも大いに参考になると思います。そこで傭兵の原則は、味方の兵力が敵の10倍であれば包囲し、5倍であれば攻撃し、2倍であれば敵を分断し、対等なら戦い、少なければ退却し、足元にも及ばなければ避けるのである。兵が少ないのに強気であれば大軍の捕虜となるだけである。この文章自体には特に有名な部分はないのですが、実はこの書は注釈が有名となっています。曹操が孫子の解説のために注釈をつけた義部中孫子では、この部分にこれは将軍や兵の能力が等しい場合を言っているのであると説明しています。つまり曹操は10倍いなければ包囲できないのではなく、将軍の能力や兵士の士気次第では2倍でも包囲可能であり、実際に私は2倍の兵で呂布を包囲し生け捕りにしたというような意味の注釈をつけており、この注釈がとても有名なので、三国志ファンはこの文章が自然と頭の中に入ることだと思います。そもそも将軍とは国家の補佐役である。将軍と主君が親しくしていればその国は必ず強いが、将軍と主君の間に溝があれば国は必ず弱い。それゆえに主君が戦争について心配すべきことは3つある。1つ目は、軍が進んではならないのに知らずに進めと命令したり、軍を退けてはいけないのに退けと命令することであり、これは軍を束縛することになる。2つ目は、主君が軍の事情をよく知らないのに軍政に干渉することであり、これは兵士を混乱させる。3つ目は、軍の運用の機微を知らないのに軍を指揮することであり、これは兵士に疑念を抱かせる。軍が混乱し、しかも疑っているならば他の諸侯がつけ込んでくる。これを軍を乱して勝利を捨てるという。ここでは戦争にあたって将軍と主君の気持ちが統一され、主君が将軍を信頼しないと軍が混乱し国が滅びると説いています。続いて有名な戦場において主君が避けるべき介入の3条件が示されています。すなわち、実際の戦場の様子がわからないのにむやみに軍の行動に介入しない、軍政に介入しない、ましてや直接指揮したりしないという3つのポイントが示されています。この3条件はビジネスでも部下を信頼して任せることができないマネージャーが取りがちな行動ですが、2500年前の戦場でもこういうことが頻繁に起こっていたと考えると、はるか昔の話が身近に感じられます。そこで勝利のためには5つの要点がある。戦うべき時と戦ってはいけない時を知っている者は勝つ。大軍と少ない軍のそれぞれの傭兵をわきまえている者は勝つ。上下の気持ちを同じにできている者は勝つ。十分に準備して準備していない敵を待ち受ける者は勝つ。将軍が有能で主君が余計な干渉をしなければ勝つ。この5つの要点が勝利のための道である。だから、敵を知り己を知らば百戦危うからず、敵を知らず己を知らば一勝一敗す、敵を知らず己も知らざれば戦うごとに必ず危うしと言われるのである。冒頭編の最後となるこの章では、勝利のための5つのポイントと孫子の中でも1、2を争う有名なフレーズが出てきます。まず、勝利のための5つの要点についてはビジネスにも完全に応用できるため心に刻んでおくと良いでしょう。戦うべき時と戦ってはいけない時を知っている者は勝つ。大軍と少ない軍のそれぞれの傭兵をわきまえている者は勝つ。上下の気持ちを同じにできている者は勝つ。十分に準備して準備していない敵を待ち受ける者は勝つ。将軍が有能で主君が余計な干渉をしなければ勝つ。そして最後に、敵を知り己を知らば百戦危うからず、敵を知らず己を知らば一勝一敗す、敵を知らず己も知らざれば戦うごとに必ず危うしと締めくくっています。有名すぎて義務教育でも習うレベルなので皆さんもご存知だと思います。中国語では GBGG by ジャンプ歌いと言いますが、これは中国語を学習している人は丸ごと暗記してしまうと良いでしょう。中国ビジネスに携わる人であれば、何かの部面でふっとこの言葉をつぶやくと中国人から喜ばれ尊敬されること間違いなしです。まとめ。以上、冒頭編の全文を見てきましたが、私個人としてはこの冒頭編は第9編の虚実編と並んで孫子の中で最も重要な内容であると考えています。孫子の真髄とは何かと聞かれると、多くの人が戦わずして勝つということだと答えると思いますが、その内容がまさに冒頭編の冒頭の章に出てきているからです。別に具体的な方法が指南されているわけではありませんが、その考え方を身につけ、
それを実践に応用することが最も重要となります。ちなみに少し話がそれますが、中国では長い間科挙が出世への登竜門となっていました。科挙というのは大学中庸、論語、孟子などの古い経典の途方もない丸暗記の試験なのですが、中国ではなぜこのような丸暗記が重視されたのかということを少しお話ししたいと思います。少し大げさに言うと、実はこれは理解するということよりも丸暗記することが大切なのです。というのも論語は聖人である孔子の原稿録であり、その論語を丸暗記してある意味頭の中に論語を再構築することにより、孔子の考え方が魂に刻まれ、意識しなくても自らの行動も聖人である孔子のようになると考えられたからです。そのため古代の中国人は聖典とも呼ばれる本の丸暗記を非常に重視しました。そして孫子に戻ると、孫子もまずは有名なフレーズを覚えるというスタンスで臨んでもよいと思います。江戸時代の寺子屋では、まず意味は考えずにただ漢文を声に出して言葉とリズムを覚える素読という教育方法をとっていました。これは現在でも子どもの早期教育などで利用されていますが、良い文章を声に出してその言葉とリズムを体で覚えると、驚くほど長い間記憶に残り、何気ない時に自然と応用されて考え方や行動が変わるということが実際にあるからです。現在では自分の頭で考えるということが過度に重視されますが、そこに至る前に素読というような勉強方法もあるということをぜひ覚えておいてください。三国志マニアの人は知っているかもしれませんが、昔 NHK で放映されていた人形劇三国志で、額のない張飛が孫子の教法を覚えようとする場面で滝の近くで何度も声に出し読んでいたのを覚えています。その時、読書八遍以おのずから通ずと言っていましたが、これがまさに素読の良い例となります。それでは今回の重要な言葉を振り返っておきたいと思います。国を全うするを上となし、国を破るはこれに次ぐ。およそ傭兵の原則は敵国を無傷で降伏させることが上策であり、敵国を打ち破るのは事前の策である。百戦百勝は善の善なる者にあらざるなり、戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり。百回戦って百回勝つことが最善ではない、戦わずして敵を屈服させることこそが最善なのである。上兵は棒を打つ、一番良い戦の方法とは敵の策略を打ち破ることである。主君が避けるべき介入の三条件、勝利のための御用邸、敵を知り己を知らば百戦危うからず、敵を知らず己を知らば一勝一敗す、敵を知らず己も知らざれば戦うごとに必ず危うし。以上、孫子の第三篇、暴行編でした。